ぴょんちゃん冬季オリンピック関連の宿泊施設や試合会場などを点検するため、韓国を訪問した北朝鮮の陰有服体育省服局長ら先発隊8人が26日、放管2日目を迎える。先発隊は記者団が利用するぴょんちゃん i b 水を点検し、ぴょんちゃんの宿泊施設を回った後、 午後にはアルペンシアクロスカントリーセンターと流平アルペンを点検する計画だ。先発隊はユン副局長をどけば、具体的な身元や職責が分かっていないが、体育会の関係者を中心とした実務人だと観測される。今回の先発隊は25日から2白3日の日程でカンヌンとピョンチャン、ソウルを行き来しながら選手団と応援団、 記者団の宿泊施設、開幕式閉幕式の会場、プレスセンターなどを調査する予定だ。また北朝鮮選手たちが出場する後種目の試合会場も点検する。最終日の27日にはソウルへ移動し、テコンドー広支部団が滞在する宿泊施設と MBC ウェイはホールを視察後、 午後に陸路を通じて北朝鮮へ戻る。MB スインウェイワホールはテコンドー広市部団の公演場所に上がっている場所である。